木面川は山形県を流れる一級河川。もがみ川の支流である。米沢市西部を流れ、川西町と高畑町の町境を経てもがみ川に合流する。延長は3 2 9 3 6トル、流域面積は約110平方キロメートル。上流部は小樽川とも呼ばれる。源流は大峠北部にあり、八谷沢、天狗沢、 ふほら沢などの支流を合わせる。八谷拓とふほら沢の合流地点から木面川となり、北北西から北へ流れる。入田沢から口田沢の付近で北東方向へ流れを変え、米沢盆地西園の玉庭丘陵を広く解析する。立山付近で南の白根の温泉方面から流れてきた大樽川を合わせる。以後も北東から北北東へ流れ、 米沢市北部から川西町と高畑町の町境を経て、川西町州島、高畑町、上平柳及び夏、茂付近の町境上で最上川に合流する。大樽川合流地点により、上流は国道121号に沿って流れている。支流の大樽川と合わせて紀面川洗浄地を形成している。古くから用水として利用され、 江戸時代の米沢藩では、慶長15年にすでに、直江兼金継により立脇関と木場川が築かれ、米沢城の城下町北西部の用水として利用されている。以後も、堀金関、高山関、周島関、元関、田谷関が築かれ、米沢盆地西部の村の灌溉に利用された。また林業にも使用され、上流の各村から切り出した木材を、 米沢の城下町へ流して、木場川を経由して、米沢城下の木場町まで運び、米沢の滝木の大半をまかなっていた。この木流しは近代に入り、自動車輸送に切り替えられるまで存続していた。かつては、流路の変遷が著しく、時代によって、成島、潮井、久保田を経たり、塩野の南を経たりしても上川に合流していた。河川名の由来は、 尾野小町が、病後のやつれた顔を映したところ鬼のように見えた、ためという伝説があるほか、おものの意味であるという説、アイヌ語の、氾濫する川に由来するという説がある。上流より、記載上流より記載山形県県土整備部下線部、平成28年6月1日現在、山形県下線庁所78ページ。指定区間と指定外区間の合計。 広島堂沢とも表記される。紀面川と小樽川を分ける場合は、大樽川との合流地点より上流を小樽川、下流を紀面川とする。AB、角川日本地名大辞典6山形県、角川書店、1981年、208ページ。AB、日本歴史地名体系第6巻山形県の地名、平凡社、1990年、75ページ。 山形県大百科事典山形新聞山形放送昭和58年128ページ安彦義江山形県の地名その語源を尋ねて茅野道書店1978年45ページありがとうございます